はい、どうもリスです。本日なんですけれども、京都新聞配よ語らせて、やーのコーナーでございます。えー、今週からの試みですね。えー、面白そうな穴馬や、えー、かえそうな人気馬などをスっとピックアップして語る動画になってます。えー、最終決論の参考になればと思っておりますので、えー、ぜひね、最後まで見てください。えー、その前にですね、ダービー馬券プレゼント企画やっております。えー、高評価かける30円、チャンネル登録者数かける50円の 馬券を購入いたしまして、払い戻し金を、えー、的中したですね馬券の払い戻し金を、えー、視聴者の皆様にプレゼントしていくという企画になっております。えー、詳しくは、ね、今後の動画を、えー、上げます。もしくはダービーの最終結論につけますので、そちらの動画を参考にしてください。それでは、早速、えー、語っていきます。えー、想定1番人気ですね、えー、ベローチェラ。 でございます。えー、ま1、あ、番人気ではあるんですけれども、前走のゆリアねぎ衣でのね。勝ち馬っていうのは青葉賞で2着に立ったこともあって、まあ、それなりにこのまま評価していいのかなと、えー、個人的に思っております。えー、2。走前はね。先行して上がりにの足で勝ち切り。まあ、ただこれレースン層見てるとね。角ジョッキステッキ入れてないような。なんかねまあ、片道入れてるような。 感じでそこまで本気で追っていないようにも見えますので、まあ、この0.1秒差ではあるんですけれども、まあ、着手以上の、えー、内容だと思いますし評価していいと思いますと個人的に判断しております。まあ、ここまで参戦してな、ね、いどれもスローペースでのレースではあるんですけれども、まあ、今回もおそらくスローペースになると思いますし、まあ、今回の同条件で、えー、未処理戦勝ち上がっていることもあって まあ舞台適正っていうところもね、申し分ないのかなと、個人的には思っております。え、案上もね、継続騎乗ですし、まあ、ダービーへの賞金積みたいですよね。はい。まあ、ただ、この馬がダービーに出れたとしても、河田ジョッキーはね、シックスペンスに乗るということで、まあ、乗り換わりになってしまうんですけれども、それでも河田を使ってきたっていうところ、ね、陣営としてもなね、かなり評価が高いんじゃないのかなと。 個人的に思っておりますですで、えー、続いて、想、えー、定5番人気、ベラジオボンド。はい、島田さんの内容はね、えー、素晴らしく素質を感じるものでした。11.5、えー、11.1、1 11. 点5の島田さんハロンで占めている、えー。ラップっていうのは評価していいのかなと、個人的に思ってます、えー。2層前の共同通信杯に関しては、ちょうどスローでね、若干出負け。 えー、してからの追走で、まあ、切れ勝負、ニハ波論勝負でしたね。えー、32.9の足使って届かないのであれば、まあ、いし仕方ないんでしょうという評価でございます。えー、前走はね、名所ターバル、えー、強すぎましたね、まあ、西杯。まあ、ただ、ニ車クーマーとはね、ノブル・ロジャーと0.1秒差なんですけれども、まあここはね、直線の走った内外の差だと思います。ババの良し足。えー、だと思いますし、 まあ、重馬場っていうところの適性っていうのも出たのかなと思いますので、着順はね、そこまで気にしなくていいのかなと思います。えー、両馬場だと逆転も可能かなと、個人的には思ってますし、まあ、両馬場開催を予定されているわけですから、まあ、個人的に評価上げてます。えー、想定オッズ9.5倍ついてくれるのであれば、非常にお詰め読みっていう面でも、 えー、期待が持てる伊藤かなと思っております。えー、続いて、想定10番人気、早手の福之助。まあ、ここまで4戦してね、まあ、どれも素質馬に惜しくも負けてはしまっているんですけれども、まあ、展開が向いた中で勝ち切れていない現状ですので、能力面では1枚を取る評価にはなってます。まあ、それでも京都では、総力2着1着とありますし、まあ、無難に先行ができて、レースしやすい馬だと思うので、その辺はを評価して、 いいいのかなと思います、まあ。あともう一しあるとね素質も相手でも勝てるのかなといった印象で、まあ、今回はね追いまくってくれるドラゴンはだ、乗ってくれるということで、まあ、かなり期待はしております、えー、京都の下り坂でね加速しながら先頭で立って追いまくって後続馬をしのぎきるような競馬ができれば十分チャンスはあるかなと思いますしまあアーバンシックだったり えー、新馬戦で誰えっ、ー、とねー、ミスター r g t だったり、重賞でも戦っている馬たちと接戦を繰り広げてますので、まあ、この人気なら、まあ、買ってみてもいいのかなと、個人的には思っております。えー、最後ですね、4投目、えー、想定11番人気、スカイサーベイ。 えー、こちらを、えー、上げさせて前走ですね、新、ま、馬、あ、戦にはない、新馬戦とか未勝利戦、デビュー戦にはなってくるんですけれども、まあ、左右中枠、1枠1番を引いてからの出遅れからね、まあ、道中レースを進めて、えー、外に出して多分追撃を振り切る競馬で、まあ、非常にね、高い素質を感じれたレースかなと、個人的には思ってまして、まあ、今回ね、ブルーザーバイフヘージョッキーからアックに乗り換わりなんですけれども、 マーク自体ね、下手なジョッキーじゃないと思いますし、まあ、そこそこ期待はしております。まか、あ、した相手もね、いい馬ですから、シャニングソードっていうね。まあ、大物感ありますしね、まあ、まだ一戦一緒ですけれども、まあ、ここ使った上積みっていうのがあれば、まあ、非常に面白い馬かなと、個人的には思っております。まあ、お兄さんのね、ビクティファラスなんかも2戦目で京都随身杯使って、 まあ年度代表馬エフォーリアとダイビー馬ーシャフリアールの間の2着っていうところでね、まあ、完成が早いゲットっぽいですしね、まあ、ここでも十分可能性っていうのはあるのかなと思いますし、まあ、現在想定ですけれども、えー、12、12番人気になってるわ。まあいいや、面倒どくさいんでは買えないんですけれども、まあ、25倍つくのであれば、 まあちょこっとね、単、ま、純、あ、ロマンも含めて単純持っててもいいのかなと、個人的には思ってます。えー、以上4等は、共同、えー、共同新聞杯の注目している大間さんたちでございます。えー、ぜひね、皆さん、これを聞いてから、馬券を組み立ててみてください。それでは、ありがとうございました。